我は混沌の風。こいつはひどいね。水を引くために根こそぎってやつだ。おかげであいつらは巣を作る場所を失った。山は誰かのものではない。人のものでも鳥のものでもない。だがあの鳥はこの山の営みの一つだったろうさ。そうだな、前田刑事。さすがは関東一の忍び風魔子だろう。名乗る必要はなさそうだ。風来の身のうぬが何しに失せた。棟梁、上杉謙信が関東へ進行、いかがいたしましょう。その謙信公に惚れて押しかけ助っ人に参上ってやつだ。分かった、行こう。山の営みより人のこの戦が大事かい。何者にも離れがたいものがある。風魔小太郎は北条家に仕える風魔人軍の首領である。ある時関東制覇を狙う上杉謙信が北条領に侵入した。北条家の当主である北条氏康は甲斐の武田信玄と手を結び、謙信を迎え撃つべく出陣を下知した。人が生きれば自然が壊れる。だがそれでも人の営みに手を貸さねばならぬ縁由がある。風来坊前田刑事にそう答えた風魔は、主氏康と合流すべく忍びを引き連れ戦場に入る。相手は魔を厭う軍師、楽しみよ。第一話、利根川の戦い。これも座興よ。後続の武田軍が上杉の横っ腹を突く段取りだ。武田を迎えるため邪魔なもんは取っ払っとけ。私に任せといてください。混乱の無駄を言う我に行こう。感じ悪い、絶対負けないんだから。謙信の野郎、何様のつもりか知らねえが、ここらででかい顔するじゃ迷惑だ。潰す気で行くぜ。敵死に打ち取った
際の以上は愛してるんだ。負けた。いつか完全な証し見せてやる。敵本陣が手薄だ。列諸君攻め立てるぞ。守りを固めろ。小賢しい真似をする。我が相手をしてやる。民も哀れ。くだらない生活運気を絞り取られても、それすれば民への愛を傾きも忘れる。ジアスこそ上杉は義の胸と越後の悪魔の胸。だがジアスはこの地を捨て決して。これで果てるわけにはまいらぬ。これを必ず報じましょうぞ。ネズミが入り込んだようです。すぐ罠の中。ここまで行った。チェッ、信玄からの預かりもんだ。助けてやれ。敵を侮ったか。この金付けまだまだ未熟のよう。ああ、助かったぜ。毎度ありがとうよ。くだらん最強よ。戦場の土となるのか。早くこれは。まだの時落ちよ。敵将討ち取ったり。お前が味方でよかったぜ。おお、味方はここだ。調子乗りすぎなのよ。仕方ありません。私が自らお相手を。
いや、ここは俺に任せてもらうぜ。ああ、関東一の忍びを派手にしようか。かかれ。壊してやったぞ。この餌をかき回すのは面白い。ごめん。うん。その少々の違いで我は相手にらしい。あんたとし合って楽しめたぜ。またな。前田刑事、面白い男よ。やはり私がお相手するしかないようですね。剣心の相手にふさわしいか測って差し上げます。開門。敵将、壊してやる。ここで果てるわけには参らぬ。
私のいいとこ、親方様や風魔に見せられてない。落ちるのはよく。闘争を称え、飛行。よくやった。これで戦はひとまず締めだ。